爆発とスキルどっち優先、誰の話？あやか。あやかは爆発通常スキルの順で上げますよ。あ、そうだよね。なんかおすすめ順も。よかった、爆発通常スキルの順で上げてる。ちゃんと爆発から上げてる、偉いな。テンプレベル上げる順番しっかりしてんな。なんかテンプレベル上げる順番を表示してくれるシステムは結構画期的だと思うわ。合ってるしね、実際私でもこの順番で上げるかなっていう順番で上げてくれてるわ、偉い。生物のやつは画期的。あ、これか、おすすめで。メインステータス何つけてるか分かるシステムはね。あやかは氷バフ。うん、冠会心ダメージ。これ確かにこれ画期的よな。あとは生物のマイセット機能さえ作ってくれりゃもう正直原神に言うことないわ。いや、昔の原神マジで不便だったんよな。知ってる？生物秘境行くじゃん、こういう樹脂20使って、当時は濃縮樹脂なんてなかったから樹脂20使うじゃん。そしたらバイーンつってなんか木の演出が入ってさ、あの木からさ生物がポロ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 って落ちてくんねん。で星5の金に光ってるアイテムが落ちてきて、で、それ拾って、あ、生物手に入れたわってなんで、今みたいにね、いきなりバッグに入ってね、アイテム確認できるような仕様じゃなかった。拾うの忘れて秘境から出たらね、樹脂使い損です。懐かしいな。でもね、あれちょっと戻してほしい感もあるねんな。星5のアイテム拾うって結構脳みそからね、脳汁出てくるから、ちょっと戻してほしい感もある。今の仕様の方が絶対楽なんだけど、星5、金に光るアイテム拾いたいなーっていう気持ちもありますね。今振り返ればね、あれ結構好きなんよな。あれ、ガイアクベンティとかあったん？あ、え？あ、それ知らんわ。え？そっか。生物のボロボロボロって落ちてきたアイテムを、ウェンティで、風だーってやって、吸い込んで、落っことすの。秘境の下とかに、拾えないところに。え、それガイアクベンティやな。え、それは実害が出てない？いや、ほんまに？それほんまに？いや、私知らないよ、その話。え、それやばいな、もしできたら。ほんま？え、あったそれ。やばいだろ、それは。こっちとら樹脂使ってるんだが。やばすぎ、それは。あ、ほんまなんそれ。それは、今の仕様になってくれなきゃ困るな。ガイアクエンティって、マジであったんだ。それは嫌ですね。でもそんな、原神昔話がありますね。これから原神昔話いっぱいしていくからな。原神最近いろんなね、有名人の人とかがね、多分始めてると思うので、ちょっと古参アピールして、格の違いをね、伝えていかないとね。